ご視聴ありがとうございます。これよりお送りいたします作品は、桃川助演口述速記記録より朗読、明治26年版講談百首百妙伝のうち小野川真実録より、寛政の力士小野川と猫。それでは本文をどうぞ。百妙伝のうち小野川真実録、寛政力士小野川と猫。第一席。寛政の元年、赤羽有馬屋敷において小野川喜三郎、長年お日の身内に住み寄りました猫を退治にお呼びしというお話はよく人の知るところでございますが、その詳しきことを今までは人様もご承知なきによって、この度小野川の履歴より猫退治等に至るまで顛末をお話し申し上げます。ここに小野川喜三郎というものは東海道大津八丁の牛飼いにございます。ある時牛飼い仲間の者牛車の片輪を溝へ落として七八人かかり、その車を引き上げようとすれども、どうしてもその車を上げることができず、その時に喜三郎は、俺一人で前を引くからみんなは後を引けとあって、ただ一人車の前へ回ってやっと声をかけて、溝に落ちた車の片輪をついに引き上げた。これを有馬中司太夫頼高公、この時お通りに相なり、お駕籠のうちよりはるかにご覧遊ばされ、あっぱれの力士、あの者をば相撲取りにいたしたならば、仙台の谷風の向こうへ回って遅れは取るまいと仰せあり、幸いこの時お供をいたしておりましたのが久米川新右衛門という年寄りでございます。この久米川新右衛門へ仰せつけられまして、牛飼いの喜三郎といえる者を江戸表へ連れ参り、有馬のお国元に小野川という名代の川がございます。これにちなみて小野川喜三郎という名前を殿様自らおつけ遊ばせられました。これ寛政三力士の一人、寛政三力士と申すは、第一谷風勝之助、第二が小野川喜三郎、第三が雷電為右衛門。谷風は奥州白石在霞の目村の出生にして、初めの名前を秀の山雷五郎といい、中旅に至って立ヶ崎森右衛門、末に谷風勝之助と相なりました。谷風の前に谷風なし、谷風の後に谷風なしというほどにて、谷風という名前をつけられる者は前後に一人もございません。この度大鵬と称する力士が谷風勝之助になるという説もございまするが、これとても容易には谷風の名前は告げますまい。雷電為右衛門は信州小諸の在大石村の出生にして、この人肩幅三尺、桶戸を一枚あばら、重さ四十二貫目。すでに佐久間正山先生は雷電の火をおたて遊ばしたほどのこと。ここに寛政三年三月二十五日、吹上げお庭先において徳川将軍御長乱の相撲あり、すべて絢爛の相撲、長乱の相撲は番付通り取りまするというが、相撲道の法でございます。大関に大関、関脇に関脇、小結びに小結びと取り組み、その後お好みというものが出まする。ただいまなれば小錦に八幡山とか、ないしは西の海に小錦とお見立てがありまして、別に取りまする。
当今とてもさの通りでございます。しかるところ例の長乱相撲に谷風梶之助が小野川喜三郎との取り組みに気合い引きといってただ双方気合いを入れただけで勝負が分かったという。その行事は細川家の家来吉田善右衛門、これ滋賀清林の子孫吉田追風の抜損でございます。天使より拝領の獅子王の軍配というものがこの家に伝わりまする。その古より絢爛昭乱の相撲は必ずとも吉田追風が出なければならんということになっております。第二の相撲は雲州抱えの雷電為右衛門、有馬の抱えの音幕式之助、この人幕のために柔らと言ってやっと立ち上がると脇の下へ手をやって押し切り、雷電ほどのものでございますが、その柔らのために遅れを取りまして人幕が勝ちを得ましてございます。雷電為右衛門は負けていながらにっこと笑い、今年は負けても来年は勝つと、ただの人の冗談と違って天下の力士が言うことゆえ一層に面白い。ちょうどその年の11月の半ば、富ヶ丘八幡宮の境内で相撲興行、その時に雷電為右衛門が勘抜きという手で人幕島之助を投げた時に人幕の腕が折れ、ために人幕は相撲が取れんで上方へ参って飽きんどになったということでございます。時に寛政の4年3月21日が9日目の興行、その前日のことにございます。小野川が赤羽有馬のお屋敷へ参り、中司の御前において御衆頂戴の折から、喜三郎、ええ、明日の相撲に雲州の抱えの雷電為右衛門とその方は引っ組んで雷電に負ければ当家出入りを差し止めるから、さよう心得ろ、これを措置に取らせる、と筑前信国の担当を鞘に林道車の御門散らし、結構なるお担当を小野川に下し置かれました。決してご心配遊ばさるな、引き分けまたは預かりに相なるとも負けます気遣いございません、と立派に申し上げて御前を引き下がりましてございます。その頃小野川は三十軒堀五丁目に家がございましたから、三十軒堀の我が家へ戻り、角を開けると63になる母親小野川が帰りませんうちは決して寝たことがございません。小野川も大の奉仕孝行息子でございますゆえに、どこへ行っても決して泊まるということはございません。八つが七つでもお客様においとまをいただいて帰ってまいります。今宵も少々遅くなりましたが、母親の前へ両手をついて、おっかさん、場所より赤羽橋の殿様のお供をしてお屋敷へまかりこし、殿様の御前にて結構なお担当にお菓子をいただいてきました。さあおっかさん、このお菓子をおあがんなさいますように、と母親はこれを聞いて、関取や、お前はお大名様方のご贔屓を受け、くさぐさなる配慮者など常にあるは結構なことではあるが、私はやはり昔の牛飼いの方がよほど気楽、春十日冬十日の二度の場所、実に相撲取りの母ぐらい心を痛めるものはない。勝って帰ってきたというのを聞くまでは立っても座っても落ち着く暇もあらぬもの。聞けば明日は小野川関と雷電関と顔が合うと最前このところを人が話して通ったが、雷電関のために有馬のお抱え人幕島之助殿は左右の腕を折られたより、殿様はしきりに雷電関を憎んでござらっしゃるということ。しかるに明日はその雷電関とお前と顔が合うというが、どうぞ関取負けてくださるな、母がお前に頼みじゃ、とこう思う
親の心は夜の鶴、手をつき母が子に頼むのを、喜三郎をこれを聞いて、いえ、おっかさま、決してご心配遊ばすな。ともかく私は雷電よりは一枚上でございますから、よも遅れを取る気遣いはございません。それじゃあ関取、今日も疲れているだろうほどに、早く行って寝なされたがよい。はい、おっかさん、ごめんくださいまし。と一間に入って、小野川は雷電が左を指したらこう、右を指したらこうと、四十八手の裏表相撲上手の小野川関、明日の場所で用いる手をしきりに考えおりまする、とますます勘が高のぼり、どうしても寝られませんから、床柱へ体をずしんずしんと当て、一人あんまぼしているうちに、ボーンとはるかに聞こゆるは芝の大金。ああ、もう夜明けのほども近い。寝なければ明日の取り組みに触るゆえ、一眠りやろうかい。と立ち上がって、小野川は川屋へ行って用を足し、雨戸を開けて手を洗い、はあ、明日は降らなきゃいいが、と空の模様を見ると、夜明け方の月さえ渡って昼間のごとくでありますから、うん、これなら明日は天気で取れるわい。という途端に、ざーっと井戸端で水ごりの音。誰だろう、この寒いのに水を浴びて、大方弟子どもが明日の勝ちを祈るのでもあるか。と喜三郎は井戸端へ来たってみれば、子はいかに六十余りの母親が一心不乱にせがれの勝ちを祈る子り。へえ、おっかさん、あなたは病気でいなさるに、なんでそんな軽はずみをなされます。関取、お前は孝心ゆえに私に詳しく話したなら、私が苦労をするであろうと話をせずにいなさるが、今は大志向吉の話を聞けば、明日の相撲は雷電関に関取が負ければ、有馬のお屋敷を長野糸間、人がたとえにも有馬の小野川か小野川の有馬かと言われるほどのお屋敷のお出入りを差し止めになったらば、もう相撲は取れまいと、それゆえお前に宣告言う通り、牛飼いの母でいた方が苦労がなくってよいというは、ここのこと。今は多くの女中に貸し付かれ、お弟子たちにおっかさんおっかさんと丁寧に扱われるはよいけれども、その実親の心配は一方ならず、命を捨ててこの母がお前の勝ち相撲を祈るゆえ、どうぞ関取、負けてくださるな。と涙に暮れて言われた時に、さすがの力士小野川も共に涙にかき暮れて、はあ、おっかさん、決してご心配遊ばすな。わしもどうにか人に勝ったところがあればこそ大関を取りますから、よも負ける気遣いはございません。ああ、今宵はお休み遊ばせ。と母親をいたわりて今へ連れ帰り、種々介抱を言い出す。この小さな母親が大きな関取を産んだかと思うとおかしいようでございますが、ある人の国、おふくろは元の名を呼ぶ相撲かな。なるほど面白い句で、大きなものを捉えて金太や金太やと呼んでおりますが、実に親の目から見るといくつになっても子供のように思います。渡航をするうちに、はるかに聞こえる櫓の太鼓、どんがどんがどどんがどがどがと聞こえるようだが、これは天下太平五穀も成就、五穀も成就、押して押さずばこかして来いというのでございます。さて、寛政四年3月21日9日目の興行を、実に両国の相撲場は晴れるがごとく、夜が明けないうちに見物はみっしり詰め込んでおります。というのは、
小野川に雷電の顔を合わせる今日の相撲、近くは梅ヶ谷に大館の取り組みの説にも白のごとくでございました。